ルドビカの子供たち、シュティーラーが、1854年頃ルドビカ王女、未亡人となった1890年頃に撮影。マリアルドビカ・ビルヘルミーネ・フォン・バイエルンは、ドイツ・バイエルン王国の王女、バイエルン王マクシミリアン一世の娘で、ビッテルスバッハ家子族のバイエルン公マクシミリアンの妻となった、オーストリア皇后エリーザベと両シチリア王妃、マリーの母親である。 バイエルン王マクシミリアン一世と、その二番目の妻で、バーデン大公聖師カールルートビヒの娘である、カロリーネの間の、第七子、皇女として生まれた。家族からは、ルイーゼの愛称で呼ばれた。両親の教育方針で4歳から、宮廷生活や感劇に参加し、宮廷での礼儀作法を身につけさせられた。同時に、古典を中心とする文学、地理学、 歴史学、宮廷言語である、フランス語を教わった。ごく若い頃、4月反乱の首謀者として、ドイツに亡命していたポルトガル王子ミゲルと、恋愛関係になったが、両親は王位を告げる、見込みのないミゲルとの結婚を許さなかった。ミゲルは、その後、1828年に、名のマリア二世を廃して、ポルトガル王位を散脱した。失恋から間もなく、ルドビカは、 父マクシミリアン一世の追い孫で、王家氏族のバイエルン公マクシミリアンと婚約させられた。このバイエルン王家の本家と分家の結びつきを保つための縁組は以前から構想されており、ルドビカの妹、マクシミリアーネがマックス公爵の言い名付けとなっていたが、この妹が11歳で養成したために、ルドビカが嫌々ながらその役目を引き受けさせられたのだった。マックス公爵にしても、 この結婚は、純粋に自身の政治的立場を強めるための縁組としか思っておらず、ルドビカ本人に魅力を感じたことはなかった。ルドビカとマックス公爵の婚礼は1828年9月9日にテーゲルン税場で行われた。婚礼の最中、ルドビカはブーケトスの際に次のような呪いの言葉を放ったという。この結婚から生まれ出るものはべて 一つ残らず神の恵みに預かりませんように、公爵夫妻は結婚後一年間、スイスやイタリアでの長期の新婚旅行をした。郷里に戻った後、夫妻はミュンヘンルートビヒストラーセに面したマックス公爵宮殿を住まいとした。この邸宅は、ルドビカのイボ兄であるバイエルンオールートビヒ一世が、レオフォン・クレンツェに設計、建設を依頼し、妹夫婦に与えたものである。その後、 夫はだんだんと大所帯になっていく一家のために、1834年に夏の館として、シュタルンベルク湖のあぜに立つポッセン方片場を購入し、この二つの邸宅が一家の住まいとなった。マックス公爵は、ブラバント生まれの母アメリーから、豊かな遺産を相続した資産家であり、フランス各地に所領を持つ他パリに、宮殿も所有し、軍務や公務に縛られずに遊び暮らすことができた。 マックス公爵とルドビカは、間に十人の子供を設けたものの結婚生活は、不幸としか言えず、互いに嫌いあったままであり、滅多に顔を合わせることはなかった。公爵夫妻は同居しているとは言えず、家庭内別居のような生活を続けた。マックス公爵は、ミュンヘンにいることが多く、ルドビカと子供たちは主にポッセンホーフェンで暮らしたが、夫妻は、別々に暮らしていても相手には敬意を払った。 夫が型破りな遊び人として暮らすのを尻目に、ルドビカは子供たちへの責任と愛情を一心に背負った。老いのオーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世が結婚相手を探していると聞いたとき、ルドビカはこれをバイエルン公一家が欧州王家の刑罰と結びつく最後の大きなチャンスだと考えた。そして皇帝の母親である姉のゾフィー大公妃と一緒に、 なって自分の長女ヘレーネを皇帝の妻に選ばせようと密かに運動した。ところが皇帝が気に入ったのはヘレーネのすぐ下の妹、次女のエリーザベトであった。エリーザベトと皇帝の結婚は1854年に実現した。1892年、帰還支援をこじらせて83歳で死去した。意外は、テゲルン税場内のバイエルン公爵カレー病の 夫の棺の隣に埋葬された、シシミュージアムプレゼンティエットトーフクリット、デアカイゼリンエリザーベスアンラセリッチイリス170、ゴバートストックス20、デトセンバー2007ウィキメディアコモンズには、ルドビカ・フォン・ライエルンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。